はい、どうもこんにちは、さとひろです。今日はですね、どうしてもどうしてもプリンが食べたいという方いると思います。この君ね、どうしてもプリンが食べたい君でも外には出たくないなって思ってるでしょう。そんな時におすすめなものを今日はね、作ってみたいと思います。言っちゃった。そう、プリンを作るんです。というわけで材料紹介。まず一つね、卵、プリンには当たり前の材料だ。次、アイス、バニラアイスです。バニラアイスを使います。以上なんです。今日はね、この卵とバニラアイスでプリンを作ってみたいと思います。というわけでね、今日はこの2つを使ってバニラアイスでプリンを作っていこうと思います。でまずこのアイスを溶かさなくちゃいけないので、ちょっとしばしばもうちょっとまだかな。その間に卵を溶いていきましょう。卵溶いていきましょう。卵を割ります。ね、でこの時にね、卵の殻座っていうのがあるんですよ。殻座、よく見る白いやつね。白身でもなく黄身でもない、この白いやつ、これね、これは取ってください。これは取ります。そしたらこれを混ぜてね、置くわけですよ。しっかりと白身がね、こう引っかからなくなるまで OK。 卵準備完了。次にアイス、まだ溶けてないんだけどな、大丈夫かな。これを入れます。入れたら溶けるよね、多分ね。そんな気がするんだ。入れたら溶けそうな気がするんだ。はい、アイス投入完了しました。溶けろ。あ、冷たい。あ、冷たいな。凍ってんじゃん、なにこれ。わかるかな。ほら、わかんねえか。ボールの底凍ってんだよ。待って、すでにプリンの味するんだけど。はい、というわけでね、こんな感じになりました。トロトロ、もう液体になりましたね。ここでね、一つだけコツがあります。それはこのできたプリン液をこしてほしいんですよ。こす、ざるでこすんですけど、こし器がない人はこれでも大丈夫です。茶こしでも大丈夫なので、こういう網目状のものを一回通してください。でこの容器にね、入れていきたいと思います。よし、これでこせた。で、こすとね、ほらこうやって上積み、なんていうの、この網目を通らなかったようなやつ、まあ当たり前か、こすとこういうちょっと舌触りをよくなくするようなものが取れます。よりプリンに近づくというね。はい、 OK。 でこれを焼いていきたいと思うんですけれども、180度のオーブンで焼いていきます。ということで、ちょっと予熱してくるので少々お待ちください。こんな感じになってます。これを焼いていきましょう。180度のオーブンで焼きます。180度のオーブンで15分焼きます。今まで余熱だからね、温まるのを待ちましょう。というわけで、オーブンが温まりました。それではね、プリン焼いていきたいと思います。うわー、やばい。なんでスタート。美味しく焼けることを願いましょう。いただきます。
レンジが使えねえからカチカチだよ。じゃあこれ冷めたんでね、冷蔵庫に入れて冷やしましょう。まあ大体1時間半ぐらいかな、冷やせば大丈夫だと思います。さあ完成したので食べてみましょう。すごい、めちゃくちゃプリンみたいになってます。どうだろう。おー、すごい、これはプリンだ。形はバッチリ。いただきます。うん、すごいプリンだ。よくスーパーとかに売ってるプリンとかとそんなに変わらないくらいうまい。あのこしたから結構舌触りも滑らかで美味しいです。うん、アイスと卵だけでできてるとは思えないくらい美味しいです。うん、よければ皆さんも作ってみてください。じゃあね。